アイオツです。大原です。今回は先日作ったアイアンゴーレムトラップに、ゾンビを入れるという回なんですけども、その前に一応クリエイティブのワールドに来ております。で、それに合わせてなんかいろいろ変更点が出来上がりましたので、まあそちらのご紹介をしてから、ドツボンワールドに行ってゾンビを追加するということをやろうと思います。はい、ということで前回との変更点なんですけども、この真ん中のフリースペースがあったんですけど、そこにゾンビを入れました。で以前のアイアンゴーレムトラップではこんな感じでオブサーバーを使って、まあ、トラップドアをこうバタ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 させて、パニック状態にさせるっていうものをやってたんですけども、ちょっとこれやっぱ収まりがあんまりよろしくなくて個人的に気に入っていなかったんですよ。でなんかいい手段はないかな、いい手段はないかなと思って、いろいろ模索した結果、横のガラスに穴を開けてその後ろ側でトロッコで走らせることで、ドアをバタバタさせるのと同じような結果が得られてます。で、しかも何がいいかって、こう、真ん中のフリースペースをうまく有効活用できたので、個人的には満足いってます。あと、こう、こっち側にあった出っ張りの部分もなくなったんでね。こっち側もまた収まりが良くなると。で、詳しい説明は多分、こう、制作の時にまたしますので、とりあえず、ドツボワールドの方に向かいましょう。まあ、だいぶ長い時間放置しちゃって、あんまり説得力はないんですけど、まあ、一応、ちゃんと機能はしてます。特に誤差はない感じといったところで、これからドツボワールドの方に行って、ここにゾンビを入れる作業やこの作り方といった細かい説明をしていこうと思います。はい、というわけで、前回作ったアイアンゴールのタップのところにやってまいりました。で、これからやることなんですけど、以前こう作業した時についでに捕まえておいたゾンビが3体おりますので、まあゾンビというかハスクだけど、まあこのハスクを、この実際トラップの方に配置していくと。で、こう前回のトラップの方も今ゾンビがいないので、またそちらにも置きたいんでね、まあ、ぼちぼち作業していきましょう。使うものはこの、まあ、トロッコ関係のやつなんですが、鉄が溜まってるか、溜まってなかったらめんどくさいぞ。あー、よかったじゃあとりあえず以前とのこの変更点で脇層の部分をちょっと改良したので、そちらの方からちょっとやっていきましょうか。はい、というわけで今これがアイアンゴーレムトラップの前方でございます。まあ、こう時間があったんで左側にも同じスペースを作ったって感じですね。ちなみに、このアイアンゴーレムトラップに ゾンビを入れる際にはこんな感じで名札を使って名前を付けておいてください。名札はカナド語でね、名前を付けられますので、まあ、こうしとかないとこういう敵モブは距離で消えてしまいますので、まあ、そこだけお気を付けください。よーし、ということで、ああ、村人がめちゃくちゃうるさいですけども、とりあえずやることは、この、真ん中の部分。ここどうしようかなと思ってたんですけど、せっかくだったらここにもうゴーレムじゃねえ、ゾンビを発射してしまえばいいじゃないと。というわけで、ちょっと簡単に、ちょっとこの辺の足場一回撤去して、ちょっと作業の途中でしたが、村人の声がうるさすぎてちょっと下げさせていただきました。というわけで、こんな感じで、まあ、一箇所だけ、こう、パワードレールにしてあげて、あとは普通のレールでこう囲ってあげれば、まあ、ゾンビを入れた時にこうゆっくりぐるぐる回るような仕組みにしようかなと考えております。で、本当だったらというか、こう砂漠に作っていればゾンビはこうハスクなので、こう日差しで死なないんですよ。ただまあこう平原に作ってますとか、別に砂漠に作ってないですって方はこう多分普通のゾンビを使っていると思うので、まあ、そういう時はこう屋根をつけてあげるんですが、この屋根の素材はガラスとなんかのハーフブロックで、まあ、一旦持ってるの木材なんで、もう木材でいいや。そのぐらいには割と何でも大丈夫です。上に行く足場をぶっ壊してしまったので、ちょっと緊急用の階段をね、まあ、多分どうせ後で、ゾンビを入れる時にも使うと思うので、まあ、ここは、いいでしょう。必要経費。これからこの中の説明に入るんですけど、ここら辺に、ちょっと穴を開けておきたいんですよね。まあ、ここだったら、ちょっとはしごがあるけど、この面にしちゃうか。そうすることでゾンビと顔を合わせる場所っていうような感じで、ゾンビがこう通った時にここで村人がビビって逃げるっていう、そんな感じのパニック式になっております。はい、というわけで、こう一つのこの区画に3カ所、まあ全部で6カ所一応穴が開いておりますと。そしてこの上、この高さですね、この一番上の部分はガラスでこう屋根をつけるので、その1個下のこの部分、ここにハーフブロック置いておきます。まあ、ギリギリトロッコでこうダメージも受けず、まあ、日差しも入らないということで、意外とまあ最小限ではないんですけどね、別に、まあ、割と小さめのサイズになっております。は
はい、というわけで、トロッコを敷いたところに、屋根が引き終わりました。一応こう半ブロック置いてあるんですけども、まあ、しゃがめばギリ入れます。ただまあ多分あんま入ることはないと思うけどね、多分あんまないと思うんですけど、まあ、なんかがあってゾンビが止まってられた時があったらこう、まあ、頑張って入って、まあ、止めてあげてください、流してあげてください、まあ、個人的にここはドアを置いてもいいんですが、まあ、めんどくさいんで一体放置しておきましょう。でこの上側の部分はこんな感じでガラスで蓋をしております。平原とかだとあれかな、雷とか落ちた時に村人がウィッチになるっていうことがたまに起こるので、あんまないけど、まあ、本当にたまに起こるんで、もしそれが気になるって方がいたらここもガラスで閉じてあげると、まあ安全ちゃ安全かな。うん。まあこれもなんか素材に余裕がある人がやればいいと思うんで、僕はめんどくさいんでやってません。よーし、ラスト、最後に捕まえておいたこのゾンビをぶち込むだけと、まあ、この辺も後で撤去しちゃいますが、まあ、とりあえず仮置きのレールでも敷いておきましょう。割と適当で大丈夫です。左側にあるのがこの新型のアイアンゴーレムトラップで、こっち側に昔のアイアンゴーレムトラップがあるんですけど、あそこにもともと村人くんって名前のハスクが入っておりました。それをリスペクトした形ということで、おいしょ、村人くんです。ビッなんで、下唇を噛んで発音してください。村ビッとくんなんで、俺が発音できてないというわけでこいつら中入れていきます。はい、というわけでこれで準備万端です。あとはあのトロッコに村人くんを乗せて、送り込むだけと。こんな感じで一回囲ってからやった方がね、作業がしやすいんで、これはまあおすすめというか、おのおのがやりたい方でやってください。というわけで、おいしょ、乗れ、乗るんだ。いや、危ない、関係ないところしんどかったここで死なれちゃめんどくさいんだよ。はい、ということで、無事なんとかハスクを乗せることに成功いたしましたので、ハスクじゃない、村人くんだ。この中に入れていきましょうか。入った。はい、というわけで、無事なんとか村人くんの収容に成功しまして、こんな感じでこう走り回ってる村人が一定数現れてたら、成功です。割となんかこれが個人的には収まりが良くて気に入ってるんですけどね。でこの走り回ってる村人がいると俗に言うパニック状態と、このパニック状態になった村人がいることで、アイアンゴーレムの生成率が上がり、まあ一応アイアンゴーレムトラップの効率が上がるという寸法になっております。まあ、実際に効率計算をしたことはないんですけども、まあ、こう何もしない状況よりか確実に効率上がっておりますので、こんな感じで Java 版だとポコポコ湧きます。いやー、統合版でもね同じようにいけるかなと思っていたんですけども、まあそんなに世の中うまくできておらず、まあ、いずれねこう統合版でも動けるようなやつを今現在整理作成中というか、まあ、いろいろ研究している最中ではありますが、気長にお待ちいただければ幸いです。こう作業中の間にもこう鉄が集まっているので、ただ欠点というかね、まあ、問題なのはこう大原村とここだいぶ距離あるんですよねまあこんな感じでまたなんかこうここのスペースを拡大させれば、このトラップのところ、トラップじゃねえ、このゾンビのところも伸ばせばいい話ですので、まあ、割と拡張性はしやすいのかなって勝手に思っております。はい、というわけで、今までちょこちょこ出していたアイアンゴーレムトラップ編ではありましたが、以上ここらで完結とさせていただきます。この 1.15 の間はこのアイアンゴーレムトラップはまあ、無事起動するとは思いますので、ただねこれは Java 版です統合版で同じものを作っても、機能いたしませんので、そこだけは、お気をつけてください。統合版でも動くアイアンゴーレムトラップは現在精神整理作成中でございます。まだまだ時間かかると思われますので、気長にお待ちいただければ、ぜひ都度多分ツイッターとかで報告とはするのかな。またなんかこういろいろこう統合版でも使えるタイプはやってくる予定ではありますので、お待ちください。こう今回の動画は前作ったアイアンゴーレムトラップ動画の補足というか、まあ、プラスアルファでこれをやっておくと効率が上がるよという内容でしたので、また今度ね、何もやってないやつと、この実際にゾンビ入れたらどれだけ効率変わるんだっていうのを、まあ、実際にちょっと30分1時間ぐらい検証してみようかなとは考えております。
というわけで最後にご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。